かすみラジオ、やっほー、かすみラジオ始まるよ。イエーイ、ドンタフースタッフの粋な遊び心、もとい突発的な思いつきから彗星のごとく誕生したこの企画もついに3回目。女にだらしない幼馴染 A からかすみを起用してる時点で捨て企画だろこれなどと心ない言葉を投げかけられ、人生すべてにだらしのない幼馴染 B には存在に扱いやすいからじゃね、猿回しと一緒でなどと思いっきりバカにしてくれよって、乙女の心を傷だらけにして何が楽しいかだがざまあ見やがれ男だろ。このようにかすみラジオは DSE で発売までちゃんと続きましたよーだ。どうよ、あたしも捨てたもんじゃないってこれで証明されたわね。その功績のおかげか、なんとただいま学校の放送室をジャックして絶賛お送りしています。まさかそんなのあるわけないじゃないですか。うわははははは、なんかさっきからドアの向こうでガタガタやってる気もしますけど、気にしない気にしない。そうですとも、もうテンション上げてかないとやってられないんじゃこの野郎。ちくしょう、なんだったのさ私の頑張り、わずか3回でスタジオすら失うってどういう了見よ。何予算500円でラジオやれって言われたから、んなもん無理にも程があるってもんでしょうが、てかそれが私を選んだ理由かい。で、あー、こらそこレーン、屋上で何先輩とイチャついておる。貴様の狼藉は全て監視カメラで丸見えじゃ。ちょっと目を離せばこれ見よがしに乳繰り合うって。そうね、ではバリケードが突破される前に名残惜しいですが最後のラジオに戻ります。さてさて、発売されました DSE で装いも新たな新パッケージに、中身のクオリティも圧倒的にアップしておりますよ。まさにこだわり抜いた珠玉の一作、目の肥えた方もきっと満足の素敵仕様に出来上がっておりますのでご安心を。桜井さんと先輩のルートが追加されるアペンド版と完全版も現在鋭意制作中です。目指せ年内発売を合言葉に精一杯全力で作っておりますので、そちらもお楽しみに。お、他にも新情報？ほうほう、何やらレンも最近発声練習しだしてるみたいですね。これはもしかして、こうご期待。それでは皆様、かすみラジオこれにて終幕。スタジオがなくなろうと予算がなくなろうと当ラジオは永遠です。永遠ですとも、負けてたまるか。ですがその前に、まずは私たちとはあなたの買った作品の中で会いましょう。ではでは、また会える日を願って。それじゃあみんな、まったねー。おのれ、私が死んでも第2第3の資格がいつか。